いただきます。いただきます。うんうんうん、ココアみたいな。うん。Good afternoon. We are here to City Base Super Girl Shield Exercise 2023。はい。私は陸上自衛隊第一空挺団第一大隊四係給与陸曹をやってます、岸本二曹です。主な任務は、部隊の給食全般の任務を得てます。私自身も調理をするので、今日の、試食が楽しみです。同じく第一空挺団の後方支援隊整備中隊から来ました金松二曹です。仕事につきましては火器整備ウェポンメンテナンスを行っています。小銃から迫撃砲まで全ての火器の整備を行っています。以上です。では早速、試食します。クッキークッキー、なんだろうね。わお、お、2枚入ってますね。 2? お、色違い。チョコレート、チョコレート。いただきます。いただきます。うん。うん。グッデス。おいしい。味がしっかりしてて、とてもおいしいです。こっちは、苦味がある、ちょっと苦味があるチョコレートクッキー。そっちは？こっちは、バタークッキーかな。うん、おいしい。バタークッキー。うん。これは、日本は冬って季節があって冷えてても美味しく食べれるいい蛍光食だと思います。これはぜひ日本にも取り入れたいなと思います。また甘さもちょうどよくて疲れた、ハードトレーニングの後でもすごく糖分が補給でき、いい蛍光色ですね。ぜひ日本も取り入れたいと思います。次はシリアス。いただきます。食べます。硬い。あ、なんかコーヒーみたいな匂いがします。ああ、そうだね。ここはですよ、ね、あ、結構な違うっす、ね、結構な量の粉が入ってます。混ざらないんですけど味見します。いただきます。いただきます。いただきます。うんうん、ココア美味しいです。シリアルみたいなのが入ってて、うん、食感もあって、うん、ちょっとしたスープみたいな感じで、飲み物と食べ物を一緒に取り入れることができるので、とても合理的ないい蛍光食だと思います。とてもアジア美味しいです。おかわり次は、こっちのビーフステーキを試食します。とてもあったかいです。お、見た目は普通のご飯でこう色がついて炊き込んであるような感じです。匂いも、あ、匂いは牛丼みたいな感じがします。とても懐かしい匂いが。あ、美味しそう。では試食します。柔らかいですね。
うまい。うまい。味は牛丼です。牛丼の中にちょっと奥にすごい肉が入ってて、じゃあ奥のお肉いただきます。ハンバーグみたいな、うん、ハンバーグみたいなすごい食べ応えがあります。おいしいです。おいしいんでもう一口食べます。わっ、下にハンバーグ、ベルグー、おいしいです。これ全部食べていいですか。いただきます。とりまかし、ごちそうさまでした。